はい、福島県さん、はい、ちょっとお伺いしたいんですけど、今のあのクラブ活動みたいなその生徒さん集めてるときに、いわゆる月謝みたいってそういうのはお取りになってるんですか？取っていません。あ、ただでやってるわけですか？いません。ただしあの、例えばお花やる時の花材分といいますか、はい、それから花材もお花でも皆さん先生方いろいろ工夫してくださってて、例えばうちに咲いてる花持ってこいというとこから始めて、つまり、我々の方から言ってるのは流派を強調しないでくれということは言ってありますので、一番最初の入門ですから、いろんな花を使ってとかということで基本的なことから始めてほしいという。ただしあの本当花を使うとか、料理をやるなんていうこともあるんですけども、料理の時のその最終的には自分たちで食べるということになるので、全てではありませんけれども一部を負担してもらうということはありますけれども、基本的にはあのなしという前提で考えています。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか、福島県さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にはございませんでしょうか。他県さんのところではどうでしょうか。もし ございましたら挙手願います。それではの岩手県の、会場の方での参加者の皆さんから何か、ご質問等があれば。にございませんでしょうか。はい、それではあのまたあの、全体の意見交換のところでもし何かありましたらよろしくお願いをいたします。以上で山形県芸術文化協会からの事例発表を終わります。鈴木会長様どうも大変ありがとうございました。どうも。続きまして、公益社団法人日本舞踊協会福島県支部に事例紹介をお願いしたいと思います。今の画面の方ですね、調整いたしますので少々お待ち願います。よろしいですか。少々お待ちくださいませ。申し訳ございません。はい、それではあの事例紹介の内容でございますが、日本舞踊後継者育成を考えて、事例発表者は公益社団法人日本舞踊協会福島県支部の、支部長の藤影、敦也様でございます。同じようにあの資料の方は画面でも見れますし、あのお手元の方の資料でも見れますので見やすい方をご覧いただきたいと思います。それでは藤影支部長様よろしくお願いいたします。おはようございます。あの公益社団法人日本舞踊協会福島県支部支部長を仰せつかっている藤影敦也と申します。私はこの県文連の中の一団体として参加させていただきます。一団体の日本舞踊としての見解から今日はちょっと発表させていただきたいと思っております。公益日本社団法人日本舞踊協会福島県支部以下日舞支部というは加盟する会員の高齢化、新型コロナウイルス流行の影響のためか会員の減少が顕著化してきました。これは我々のところではなく全国的傾向であり大変深刻なことであると考えます。ここ近年お客さんを招き入れてというのは大きな舞台ですね、発表会みたいな舞台が開催されなく残念に思っております。また10年ほど前になりますが東日本大震災の前、前支部長の花柳住吉のおり協会一同が郡山市民文化センター、現県心郡山文化センター大ホールにおいて親子舞踊教室を催したことがあります。これは郡山教育課にお願いし舞台全部を1日無料で拝借させていただきました。無論所作代は引いておりません。
この時は参加者の皆様とともに大競り、小競り、花道のすっぽんなどに30人から40人ほどを三組に分け、競りを上下に動かしていただき、周り舞台の動きなどを舞台の機能を体験していただきました。その後、会場の各階を巡り、3階の照明室ではスポットライト器具に明かりを入れていただき、舞台を照らし、舞台にいる方たちの明るさの必要性、器具の扱い方などを学んでいただき、ロビーでは市内の三味線や鳴り物の師匠にもお願いして楽器を拝借し、参加者の皆様に実際に三味線や太鼓、笛、尺八という楽器に触れ、音を奏でたり聞くことにより音入れ等を感じ取るという体験をしていただきました。またロビーでは薄べりや絨毯を引き、各師匠、我々の持ってきた持参した衣装で参加者の皆さんに来ていただき、その姿を写真に撮っていただきまして、舞台に上がったような、その役になりきったような感じを味わっていただきました。それで次年度では福島市の県民センター大ホールでも同様のことをいたしました。この時は茶道、お茶、お香といった師匠方にも参加してもらい、日本文化を楽しんでいただき、参加者も多く我々も共に勉強いたしました。しかし震災後は開催することができず、またいつかこのような行事ができるチャンスが来ることを願っております。昨年は市会員の発案により郡山学徒館という小さな舞台で、それぞれのお弟子さん、幼稚園児、小中学高校生の子どもたちで一つの舞台を作り上げようと、踊りだけはなく他の伝統芸術に触れるチャンスとして演奏者だけの舞台も合間に入れました。それはそれで盛り上がりましたが、新型コロナ禍のため後が続かなかったのが残念です。また日舞県支部も新型コロナウイルス騒動が収まる目処がつきましたら、この十数年前に行った親教師の再開を企画し、内容をもう少し前進し、若い方々にお化粧をしてもらい、小さな舞台で踊る喜びを知ってもらおうと考えております。また東日本大震災後、一度も開いていない日舞県支部の舞踊会を催し、日本文化の美しさと伝統の良さを知ってもらおうと考えております。しかし福島県は浜通り、中通り、会津地方など分かれており、交通機関が複雑で、気候、風土、生活環境もそれぞれ異なり、合同で何かをやることが難しく、会合とか役員会等も郡山市を中心に催すことが多く、おのずから子どもたちの扱いもなかなか難しくなっております。現在はコロナウイルス禍のため3密を避けようと言われていますが、日本舞踊は個人稽古が多いため密は避けられますが、マスクをつけての稽古は、子どもさんたちもだから苦しいよって言われますので、長く続けられません。また有観客ですね、お客様を舞台に誘うとすると密は避けられず考えものです。まあ、小さな舞台私もやりました。まあ、浴衣会とかいろんなものはちょっとした舞台でやっておりますが、なかなか密になることを避けてくださいと言われるので、なかなかそれも続かないです。小中学生も学業が優先で、授業の後は部活が続き、その後は学習塾と忙しい一日で疲れるのか、稽古も休みがちで続いて通ってくれる子どもさんが少ないのが現状です。またこれも過去になりますが、私自身、これは震災前のことですが、県内唯一の演劇専門の学校があるんですね。県立なんですが、一部そういう専門家を指導している学校があるんです。その週の毎週月曜日に授業 2時間が授業なんですが、それを日本舞踊に関することを2時間ほど10年間教えたことがありますが、
こうやって舞台に学校の芸術さんやなんかに参加させてくださいって言いますと、その演劇が専門な学校のためにカリキュラムが続いてておいて、それをなかなか実現することができませんでした。今私は言っておりませんが、2代目花木さんに私、3代目もそのまた花木さんがやっておりますが、その人たちが先生に頼んで、秋に1回、秋か春に1回その発表会をやってるそうで、それは楽しく私、ああよかったねって言っております。しかし生徒さんたちは卒業と同時に県外の大学や専門学校に行く人が多く、それきりとなり続いてくれませんでした。現実では若いプロの日本舞踊家になるということはめったに出てきてくれません。協会でも会員の方々が後継者を増やそうといろいろなアイデアを出しておりますが、なかなか実現しません。また文化庁支援の子ども教室もやってみましたが、5年ほどで終わってしまいます。ただ一人踊りとして残ってくれませんでした。これはまあ後で考えるとお稽古の仕方が悪かったのかもしれません。それも残念に思っております。それで日舞研修部としては幼稚園児小中高、また若い方々や老若男女の方々に踊り日本舞踊をなんとか大好きになってもらおうというため、どうすればよいかの会員で一度アイデアを出し合いながら模索しております。なんかやっぱり私の考えのには踊りを好き、日本の文化に愛してもらうという、そういう心が、私たちの思ってる心がなかなか子どもたちには伝えていかないのが現実だと思います。これは震災後すぐでいわきでちょっと洪水の後、津波の後、その会場のものが全部流された会場をちょっと拝借しまして、そこに舞台を作って、これをすぐに舞踊会を持ってる衣装でやった時の、これは受付の場面です。持ち寄りの小道具とかいろいろなものを並べ、皆さんに触れていただき、また衣装なども飾って、ちょっと皆さんを元気にしようと思ってやってみました。これはこれでちょっと成功したと思います。また文章には書いておりませんが、もう一枚写真がありましたら出していただけますか。あ、これはワークショップを先にやりまして、もう一枚の方が先かな。それでこれは後で衣装、これが先ですね。ワークショップを教えて2時間ほど教えまして、それであとちょっと衣装をつけさせて、こうやってやってみてって、最初は難しいかなと思いましたけど、意外と子どもさんはついてくるもんだなと思いました。そしてもう一枚の先ほどのは、これはそのワークショップの後の舞台立ってその感想を聞いてるところです。こんなようなことをやりましたが、なかなか後継者が育ちません。ですからまず日本舞踊を本当にその愛するようにするにはどうするか、私はそれを一番考えております。つたないことですが、ありがとうございました。はい、大変ありがとうございました。公益社団法人日本舞踊協会の福島県支部の支部長さんからの日本舞踊後継者育成を考えての事例発表でございました。それでは皆様の方から、他県様の方から、ただいまの事例発表についてご質問等あれば挙手をお願いいたします。ご質問ご意見があれば挙手をお願いしたいと思いますが、特にございませんでしょうか。岩手県の会場の皆様の方は何かお聞きしたいことございますでしょうか。ございませんか。竹内さんの方も特にございませんでしょうか。あ、いいですか。はい、はい、ちょっとお聞きしたいことが一つありまして、演劇専門の学校が終わりということでしたが、高校で演劇専門の学校ということなんでしょうか。普通科とその演劇科、はい、
っていうのがありまして、その一部の生徒なんですが、はい、1、2年はちゃんと普通の授業をやってるんです。それで3年生の時だけ日本舞踊を教えてくださいということで、その担当の先生から私言われまして、10年ほどやってました。演劇家の中でその日舞も教えてほしいという。そうです、授業として2時間教えるんですね。その後にまた生徒さんたちはその演劇の勉強をあと2時間ぐらいやるらしいです。卒業後はどういった方に進学あるいはお仕事を見つけ、東京の大学行く人も多かったですね。あと大阪の演劇学校とかそういうところへ行って、途中が行ってる間に出た子がちょっと劇団四季とかそういうところに入りまして、あ、出てくるかなと思って期待してたんですけどなかなかやっぱり難しいらしくて出てきませんが、そういう子がだんだん出てくると思いますね。なんかとてもユニークな学校に、そういう高校にそういう演劇の専門っていうことは全国にはあまりないんじゃないですか。ないですと思いますね。特に県立ですから ないと思いますね。その立ち上げた先生が今大阪のあるそういう専門の学校へ行って同じ高校生を教えてますが、まあ大阪までは行けないので私もそれきりになってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、他に皆様の方からご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではもしありましたら後の方でお願いをいたします。いい加減支部長様どうも大変ありがとうございました。私はそうまずしゃべるんですけど、それでは次に福島県歌人会に事例紹介をお願いを申し上げます。事例紹介の内容は福島県歌人会の後継者育成と次世代育成でございます。事例紹介者は福島県歌人会会長の今野金也様でございます。同じく映像と紙ベースの資料両方で見やすい方でご覧いただきたいと思います。それでは今野会長様よろしくお願いをいたします。福島県歌人会長を仰せつかっております近野と申します。表題につきまして福島県歌人会の場合を想定しまして発表させていただきます。まず福島県歌人会の現状ですが、現在の会員ですが、創立は昭和27年ですので約70年の歴史ということになります。創立当初の会員数については実数は把握していませんが約200人と推定されます。その後伝道しまして創立後約半世紀の平成12年ちょうど西暦2000年にありますが590人をピークとなって、その後は減少の一途をたどっているところであります。平成3年1月今年の1月には232人と減少しまして、ピーク時を 100% とした場合約 39% と減っております。特に東日本大震災に伴っての福島第一原発の過酷事故以降大幅な減少は特筆されます。それは会員の県外避難はもとよりあまりにも大きい災害であったために作家意欲を失った会員が多かったものと推量することができます。さらには令和2年からは新型コロナウイルスの感染拡大による作家意欲の低下などもあるものと考えておりますが、それらに相乗して会員の高齢化、これが会員数減少の主な原因であることは間違いないところであると考えております。2番目として福島県短歌選手参加者の現状について申し上げますが、本会においては創立2年後の昭和29年から会員による年間合同歌集福島県短歌選手という名前でありますが、これを毎年発行してきました。よって、昨年
令和2年度版で、67巻を数えております。先週の第1巻の参加者は164人でありました。この数から先ほど申し上げました創立当初の会員数200人というのを想定しております。先週の参加者も会員増とともに増加してきましたが、会員数同様平成12年にピーク参加率は 89% とかなり多かったんですが、それを迎えましてその後は減少の一途、会員数と同じように減少の一途をたどっているということであります。今年3月には67巻を発刊しましたが、参加者は177人でありました。減少の割合がピーク時の約 33%、 3分の1になっているということであります。以上のように会員の激減が本会の運営にあたっての大きな支障になっていることは原因を待つまでもなく、後継者育成と次世代の育成が喫緊の課題でもあります。2番目としまして後継者育成と次世代育成について申し上げますが、福島県文学賞への青少年奨励賞の創設要望でありますが、福島県文学賞は福島県と地元紙福島民報という新聞の共催により昭和23年に創設されております。現在幾多の編成を言いまして、小説ドラマ部門、エッセイノンフィクション部門、詩部門、短歌部門および俳句部門での作品が募集されているところであります。青少年奨励賞は本会等の要望により昭和35年から募集が開催されましたが、短歌部門はどうした理由か分かりませんが数年後に一度中断されまして平成18年に再開されております。青少年奨励賞の受賞者からは成人した後に国内において大きな活躍をしている歌人もおりますが、年々の受賞者はほぼ一人であるため底辺の拡大までには及んでいないものと思っております。2つ目として福島県短歌祭のジュニア部の創設であります。福島県短歌祭は本会を創設した昭和27年度から開始しております。記録によりますと昭和37年に一度の中止がありましたが、令和2年度昨年度で68回を数えているところであります。これには全国的に活躍しているいわば著名な歌人を講師として招聘し参加者全員の歌評を行っております。これは参加者の作家力向上に大きく寄与していると思っております。ジュニア部門については平成20年度から創設しまして、現在は小学校の部、中学校の部および高等学校の部の3部門の作品を募っております。当初は大学生の部も設けておりましたが、大学生の応募が少なかったことや大学生の作家能力は一般の部と同等と思われることから、現在は大学生のについては一般の部への応募を進めているところであります。しかしながら大学生の応募数は皆無に近い状態が数年続いているところであります。本短歌祭は福島県芸術祭の主催行事に位置づけられているため、開催は県北地区、県中地区、県南地区、会津地区、いわき地区および曹操地区の 6地区のローテーションによって開催されてきました。よってジュニアル部の参加者は開催地の学校が主となっておりますが、年々に1000種以上、多い年では1500種くらいの応募があり、次世代の育成にいくらかの寄与はしていると思われます。ただ参加者全員が短歌に興味を持って生涯にわたって作家を続けていくとは限らないと考えております。しかし募集を続けていくことによって将来の歌人が1人でも2人でも生まれているくることを期待しているところであります。なおジュニアに対する作家の指導の主体になる方は教職についている人材です。学校の先生が主体となっております。よって県短歌祭においては福島県教育委員会も主催者の一環として協力体制を取っていただいております。3つ目として本会開演を講師としての
派遣しての短歌教室の開催でありますが、小学校中学校では指導要領に基づきまして国語の時間に俳句や短歌を指導しておりますが、校長先生がそれで足りないと考えた時などは別途短歌教室などの名目で授業の補完をしていることがあります。そうした場合に本会会員に講師として派遣要請がありますが、それについてはできる限りの便宜を図りまして要望に応えているところであります。現在は新型コロナウイルス感染防止の観点から短歌教室は開催されておりませんが、よって講師の派遣もない予定であります。コロナが収束した来年ぐらいからは要請があるのかなと思っております。4つ目としては地区短歌祭等への支援であります。現在福島市、郡山市、喜多方市、会津地区、曹操地区、東白川郡などで短歌大会が行われておりますが、それに対しては若干の金銭の補助、若干と言いましても5000円、今は5000円なんですけども、それと県の歌人会長賞を贈呈しまして後継者の育成に努めているところであります。大きな3つ目としては今後の課題でありますが、やはり何といっても会員の増加対策が喫緊の課題であります。先ほどから申し上げましているように会員の減少は著しいものがありますので、機会あるごとに本会の存在をアピールするとともに、福島県短歌祭や地区の短歌祭の席上などの機会を利用して入会勧誘をしております。先日の13日も福島市民短歌祭を開催しましたが、この会場でも入会申し込み等を配布して入会勧誘を行ってきました。丸2としまして本会役員の世代交代ですが、本会には会長副会長3名、監査員2名、常任委員数、30名ほどですが規定されておりますが、会員の高齢化などにより役員のなり手がないという現実もあります。特に福島県は県道が広大でありますので、会員同士の距離も遠隔の場合が多いわけであります。したがって会長職にあるものの周辺に住む者が事務局や会計を務めることが多いという現状にあります。しかしながら組織の若返りをしなければ組織が活性化しないことは地味の理でありますので、今後役員の交代も視野に若い講義者の育成に力を注いでいくつもりでおります。丸さんとしては会員減少による経済的な問題、これは当然のことでありますが、現在年額単価選手の発行費も含めて5000円、他の団体と比べると結構安いのかなと思いますが、会員の減少によって会費収入も激減しております。今後の値上げについては喫緊の課題でもあります。資料には書いておりませんが、来年は創立70周年の行事もしたいと思っております。いずれの課題にあっても少子高齢化時代にあっては大変難しい課題でありますが、手をこまねいているだけでは問題の解決にはなりませんので、できるものからできる人が問題解決を図っていくのが肝要と考えております。以上、早口で申し上げましたがよろしくお願いします。なおこの写真はですね、昨年度の短歌祭の様子の写真であります。68回であります。今年は10月に第2日曜日に69回、来年は70回の記念大会をする予定であります。この短歌祭につきましても、先ほど申し上げましたように各地区、福島県の6地区をローテーションで行っておりましたが、各地区の高齢化が進みまして、実際に自問をする人が少なくなっていることから、ほぼ福島市内での開催が定着してきております。これについても問題でありますが、いい考えもありませんので、しばらくは福島市で続けていく、行くことになるのかなと思っております。写真は以上です。以上で発表を終わります。よろしくお願いします。
ありがとうございました。福島県花人会の今野会長様からの福島県花人会の後継者育成と次世代育成の事例発表でございました。はい、ありがとうございます。皆様の方から何かまたご質問ご意見等があればお聞きしたいんですが、ご質問等ある方は挙手の方お願いいたします。はい、宮城県さん、はい、お願いいたします。あ、失礼しました、秋田県さん失礼をいたしました。お願いいたします。秋田県の西村です。お尋ねしたいのは短歌祭のことなんですけれども、ジュニア部門で小学校中学校および高校の部というふうなお話でした。大変恐縮ですけれども参考までにエントリー料というかトーク料の金額を教えていただければありがたいんですけれども。いずれも無料 です。なるほど。昭和ですね、地元の新聞2社とか花人会長実行委員長賞とかですね、大体各部門10から15の間ぐらいの表彰をしております。映像料というか参加料は無料です。一般の方もそうでしょうか。一般は今映像料2000円をいただいております。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問の方いらっしゃいますでしょうか。それから岩手県の方の会場ですが、本日は岩手県の花人クラブの赤澤副会長さんも事例発表を聞きに来ていらっしゃいます。同じような課題を抱えているところでございますが、赤澤副会長さんからちょっとご意見あるいは感想とお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。岩手県花人クラブで副会長兼事務局長をやっております赤澤と申します。よろしくお願いします。申し上げます。はい、こちらこそいつもお世話になった本当に勉強させていただきます。今日の今の発表を聞いてですね、短歌教室なんてのは実は僕もやりたいなと昔から思ったんですけども、実際やってるところがあるというのは驚きでした。なかなか教育委員会を通してそういうことができるということが実際あるんだなと思ってちょっと僕は感動しました。で、私の方からですね3点ほど質問させていただきたいんですが、若者と、いわゆる老人の作る短歌というのは全く別物でですね、若者をなんとか入れたいと思っても実際入ってくれますね。特に高校生ぐらいまではなんとか声かけてやることができるんですが、大学に入ってしまうとですね、大学の短歌会の方に行ってしまっても地元のことはまず考えることはないという状況なんですけども、その若者を導くにはどうしたらいいかということの第一点とですね、それから第二点がですね、実は私は定年世代を狙って市町村でのですね講習会などある場合は必ず講師を送るようにしてるんですけれども、そちらでもやっぱり定年世代を狙って人数クラブ花人会の人数を増やしたいなという思いがあるのかどうかですね。あとそれからですね、実はあと最後の一つなんですけども、今年の新春短歌会に実は小学生が2人応募してきたんです。それは親御さんがですね応募してみたらということで、特に年齢制限はありませんので問題はないんですが、ただやっぱりジュニアの部とですね大人の部ではちょっとやっぱり違うのかなという感じで、ただ考え方が新鮮な場合は点数が入っておりまして、一人は一応賞を受賞することができたんですけども、その辺実際そういうふうにして小学生を短歌会に招いていいもんかどうかという、その3点をお聞きしたいと思います。それではお答えします。十分な答えができるかどうか分かりませんが、第1点目のですね若者を導く方法ということなんですけども、これはやっぱり、大変難しくて、
実際ですね、先ほど言ったように1000種とか1500種短歌祭に応募があるんですけども、これの何て言うんですかね、定着っていうのはなかなか難しいと。まあ、はっきり言えば先生に作れって言われたから作って出すというような感じでありますが、何人かはですね2年連続入賞をしている人もいるんで、